おはようございます。浅野次郎です。今日は4月の2日の金曜日ですね。金曜日といえば、総合支援資金再貸付の大阪府の入金日ですね。大阪府の場合は火曜と金曜日に入金されるということで、毎週これ火曜と金曜日にね、ちょっと朝に動画開けさせてもらってるんですけど、総合支援資金の再貸付ね、昨日か今日からかなんかマンボウ言うんですかね、ちゃんとしたあれで言うと、何やら、ちょっとわからんね、まん延防止等重点措置っていうんですね。はい、それが何や、大阪府の大阪市に発令されたんかな。なんかまたえらいことでね、またこれからね、就職活動とかされてる方はもうさらに大変になってくると思うんですけど、まあお店してる人はもちろんのことね、仕事を探してこの総合支援資金世話になってる方もね、またえらいこっちゃね、大阪府大阪市はね、っていうことで、ですね、もう今日が4月2日ということで、この再貸付は2月の19から始まったんですね、申請がね。で、大体2月中に申請された方はもう大方多分入金されてると思うんですけど、まだの方はね、まだの方ももちろんおられるんですけど、その方はね、多分区の社協に申請しましたやんか、書類送りましたやんか、その区の社協が府の社協に送ってからの一応30日目安らしいですわ。だから、区でもともとしてね、府に送るの遅かったらね、どんどん遅れるいうことで、大体、まあ、2月に申請したのに、まだ人は多分そういう加減やと思うんですけど、大体、そうですね、3月かかりぐらいに、まあ、大阪府に書類が到着して、大阪府が審査、大阪府の社協がね、審査した人はもうほぼほぼ今日がね、入金日じゃないかなと思います。次が6日火曜日でしょ。で、その2回目、すでにもう1回目入ってる、その2回目が4月7日の水曜日でされてるんですね。だからこの4月2日ないし、4月6日に入った人はね、入ってすぐもしかしたら、これは仮定ですよ、予想ですけど、入ってすぐ、まあ、実質2ヶ月分みたいな形にもしかしたらなるかもしれないですよね。まあその辺はね、実際7日に2日に入ってん、7日にまた入ったとかね、実際これが始まってみないとね、大阪府がちゃんとそれ、まあ、一応言うてるのは7日までに入った人は2回目は4月7日って言うとるんでね、それが近すぎた場合どないになるんやっちゅうことで、まあ、それもありましてね、多分今日は結構な確率で入金月も変わってますしね、されるんじゃないかなと予想します。で、このね、この場でまた情報交換とかしてもらえればね、その他の他府県の方もね、入ったでとかね、まだやねんみたいなね、またしてもらえればと思います。兵庫のね、マスターもなんかチャットかなんかやってはんのかな、なんか LINE がどうのこうのやってはんの、なんかもうやめるってね、言うてはったですよね。ね、だからまあそういうので、まあ、この場も使ってもらえればと思います。はい、ということで、はい、まあ大変ですけどね、マンボウで、はい、まずは入金がないとね、次進めませんのでね、
また情報交換してもらえればと思います。はい、では失礼いたします。以上です。チャンネル登録お願いします。